海と日本プロジェクト in 徳島。海と日本プロジェクト in 徳島のリポーターの浜田キララです。地元の海の松原を守る活動をしている高校を取材してきました。この日の最高気温は 27.7 度。小松島高校の生徒らおよそ300人が地元の海の清掃活動に集まりました。海岸には今では立派な松原がおよそ1キロにわたり続きます。しかし昔松食い虫の影響で消滅の危機にあったんだとか。ボランティア活動を始めた歴史的な経緯を教えてください。江戸時代では横須の松原と言いまして有名でしたんですけども、30数年ほど前から松食い虫の被害に受けてしまいまして、そこから植樹活動を始めました。それが平成11年2月からです。ここで地域の方々や小松島高校の生徒たちと一緒になって、ボランティア活動を始めました。今は松を大きく育ちまして、ゴミ拾いや草刈りなどをやっています。やっぱりそういうボランティアをすることによって、やっぱり地域が、まあ環境問題が良くなったりだとか、地域の皆さん方にやっぱりこう褒めてもらえるっていうのがやっぱり大きな意味合いかなと思ってます。長年にわたる活動が認められ大臣表彰も受賞したそうです。しかし活動に終わりはありません。一度枯れた松原を復活させた思いは後輩にも引き継いでいかれます。すごく特別であり、やっぱ新鮮でもあり、いい伝統でもあるので、やっぱそういうことはやっぱり自分が卒業してもやっぱり下の代の人にやっぱ引き継いでもらって、より多く活性化してもらいたいなと思ってます。海と日本。